城3区より立候補しております立憲民主党大野園子と申します。宮城3区は一部太白府の秋保を含めた名取から南県境まで全てが宮城3区です。本日この中で3区に住んでいるという方いらっしゃいますか？ありがとうございます。宮城3区にお知り合いがいる、ご家族がいるという方いらっしゃいますか？ありがとうございます。ではどうぞ宮城3区は大野園子、大野園子をよろしくお願い申し上げます。私は去年の2月まで会社員でした。それこそ今ここを歩いていらっしゃる皆様と一緒、仕事終わりの火曜日の夜、お腹空いたなぁと家に普通に帰る、そういうサラリーマンでした。しかし今ここに立っている、それはなぜか社会の中で感じた格差、貧困、これがある限り日本は衰退すると確信したからです。この格差、貧困、どういう影響をもたらしているか。まず少子化です。だってお金がないから結婚できない、子育てにはお金がかかるから子供なんていらない、そういう人、私今33歳ですが周りに本当に多いです。だからわかるんです、この9年間の自公政権で未婚率上がった、当たり前だと思います。これだけ非正規労働で働く私の同世代多い、少子化に拍車をかけている今の格差社会、そして将来への不安も本当に大きいです。貯金ができない、そういう人、私の世代にものすごく多い。そして私は外国人がたくさんいる職場で働いていました。私の上司にもドイツ人、中国人、韓国人とおりました。その中で日本人の国際競争力本当にないんです。今テレビをつけると日本は素晴らしいというニュース、たくさん番組たくさんやってます。私もすごく文化、歴史、素晴らしい面、あと技術もたくさんあります。だけど実際働いている中でこんなに日本人の国際競争力ないのかと、ものすごくショックを受けたのが私の9年間の社会人人生でした。国内では格差と貧困、海外に目を向けると日本はどん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 衰退している、なんとかしないといけないと思って私は今ここに立っております。今回の選挙、まさにこの未来を、この国の未来を変える、方向転換するチャンスです。だから私はものすごく明るい気持ちでこの選挙を戦い始めています。今ここで格差を是正して、少子化も解消していく、消費も活性化して、この実体経済が復活する、そのチャンスなんです。さらに民主主義を取り戻す、国会を軽視しない、この国の主権者は誰でしょう？私たち国民です。その当たり前のことを取り戻す、そういう戦いなんです。そして農業、宮城3区には本当に お米たくさんの方が作っていて素晴らしい田園風景が広がっている。だけど今回米価が下がって、もうこれ以上農業を続けられないという方がたくさんいらっしゃる。こういう状況を作り出したのは今の自民党なんです。それを変えるチャンスです。農業者個別所得保障制度、政権交代さえ実現できすればすぐに導入できるんです。だから地域を守る、民主主義を守る、私たちの暮らしを守る、大転換をできる、そういうチャンスに今私たちはいます。どうか皆様のお力、ここにいる私たち5人プラスもうすぐ来る安住淳、どうか私たちにお寄せください。私たちに皆様の力がもらえれば
この国を変えることができる、宮城を変えることができる皆様どうでしょうか。ありがとうございます。私大野園子、宮城3区で精一杯力を尽くします。どうか最後まで応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。